Hadouken! USA! Round one, fight! Fight! Oh, you can't!
Fight!
カウンターでエントリーを行っておりますのでよろしくお願いいたします。はい、100円です。大会9時からになってます。忘れやすいかと思いますのでなるべく早くお願いいたします。Fight!
はい。
愛竜巻旋風です。USSR!
丈夫です。今カウンターで一発 X の大会のエントリーを行っておりますので、まだの方よろしくお願いします。
くお願いします。いいですか、まだ間に合いますよ。いいですか、
締め切ります。これから抽選開始します。Thank you.
から対戦の順番を読み上げます。はい、上からいってきます。1周目、ゆうべがさん、バッチーさん、ひろしさん、ムーさん、カワシムさん、モモピーさん、おーですね。ラウンド1、はい、小江戸さん、セロテープさん、キョウさん、ケッチさん、マブさん、最後がクラケンさんです。このままですね、2周目も今抽選します。名前を呼ぶのでここに書いてるのを2周目に書いてもらってよろしい。2周目の抽選結果が、一番先頭がノブさん、2番目がスーさん、はい、3番目がお茶丸さん、すいません。で、ムーさん、ウルサーさん、はい、で、ユーベガさん、はい、で、タツトスさん、ロードさん、ロードさん、はい、バーチーさん、はい、バーチさんで、小江戸さん、小江戸さんです。で、私、ミキです。で、ももぴーさん、ももぴーさん、裏ケニさんで、カワシムさんで、18人ですね。で、そうしたら、はい、これでとりあえず抽選は出ました。
します。あ、では1回戦、2回戦、はい、ゆうべがさんとバーいただいてスタートですね。あ、そしたらバッチさん今日初参加です。あ、ゆうべがさんも初参加です。お願いしていいですか。はい。大丈夫入ってるかな、入ってるね。一番手ゆうべがこれはくせい。あ、こんばんは、ムーです。ひとももさんこんばんは。もうゆうべがさんがとりあえずトップで抜ける未来が見えるね。マイクがちっちゃい。あー、ごめんなさい、声が小さい。ちょっとこの位置だと文字がちょっと見えないね。さあ、ゆうべがさんが少しマイクを大きくしました。これどうでしょうか。さあ、2番手、ピロシさん、ピロシホンダ、初めて来ました。無意識にウェルカム。さあ、これホンダベガー、これベガ側が結構難しいんでしょうかね。まあ、とは言ってもユーベガさんなんで。ここが当たって、さあ踏んづけられて、さあ頭突きが当たる。これはさあピロシなんとか行くかな、行くかな。ああ、おもむろに歩いて投げる。これこそ空中遊戯。
さあピロシホンダ、しゃがんで待っているが体力は若干ベガリード削り1回で、おあうまいバックジャンプ大キック、あれ強いんですよね、あれねさあ、なんと次はムーさんの出番さあ、3番手、ムーダルシムおっと、ライパンで返す投げさあ、ゆうべがさん1本取るさあ、飛びが通ってこれはピオリにはいかないで中キック、食らったがピオらないさあ、置き攻めさあ、ムーさんが投げはめてコパンさあファイヤー打ってあーっと出ましたあれが見えないんですよねあ俺はい川島の出番ですはいあっさり負けましたお疲れ様です無理ですねこれはやばいですよあ青いベガ無理ですさあ次キャラもう決まってんじゃないのうんカワシムザンギですねあザンギで申告してあったのザンギはまあまあまあ多分ダルシムより全然あるいけるだろうっていうのも何せユーベガさんですからねと言ってももう瀕死ゼロドットゼロドットはやばいですこっからか勝てる絵ははい見えないねまあ、ハーシムは結構ザンギは使ってるのでってまあ普通にサブキャラとして強いんですけど ね、うん、そうですね何せ相手がスクリュー入ったが優しい方向だった頭突きも潰されますね早いダブラリもしっかり見えてますね反応が早 いやあの速さで反応できればケーラリでも刺さりますねさあのらりくらりおっとあるのか投げ角あるのかのあーのぼり当たっちゃったゼロドット削り角ですねののぼり膝がそのまま当たってしまった、まあ、カーシムとしてはあ高めに当てて光ろうという意図だったと思うんですがまあのぼりで当たるとさすがにさあ次はモピーさんの竜ですね初参加かなあ、初参加僕も久々に来たんですけどまあ初めて見る顔だなと思いました、うん、まあかなり若手な感じですねそうですね、若そうな雰囲気がお、押しているいいですね、画面端しているわあ、逃げられて画面端入れ替わるあ、ミスった早い見えている弱波動だったのにしっかり引きつけてますねこれでもうゆうべがさんが今4連勝開幕読み混ぜてお、しかし画面端に追い詰めてこっから鳥かごに行きたいんですがあーちょっと受け身が取れてないですね画面端しかしバックジャンプ大キックさあ早くもゆうべが5連勝さすがですねここで店員さんのロードさんの知らないですけど、ロードさん剣ですね黄色い剣さあ画面端に詰められて聴衆からですね聴衆あーパーフェクト非常に辛そうこれは聴衆リスペクトなんでしょうか
ゆうべがさんの剣戦はうわーピヨってピー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 で終わってしまいました。次小江戸さんですね。小江戸さんキャラは何でしょう。ベガベガベガ小江戸さんのベガベガベガ同キャラは五分五分ですね。まあなんか三大つまらない同キャラ対戦と言われてるとかいないとかまあつまんだそうですね、僕もちょっとこれ全く解説がさあお互い待ち合いっぽい感じになってますが、まあ一回ダブルニーで触ってはめ合い、あーなんか立ち弱ティックダブルニーが永遠と、あれが同キャラはなんか抜け方って あるんだっけな、よくわかんない、さっぱりあるあるらしい、あいやしかし、どうも解説もしづらい展開なんですが、なぜかユーベガさんが圧倒的リードで勝っていたというですね。最後はハメがちょっと継続して、ラブニーが刺さりめくりに行けない、あそこからハメに行きたかった、あこれですね、始まったか、これが始まると抜け方が本当にあるのか、これは平らハメを平らカラーのベガがやられている、お、いけない、噛み合ってるぞ、あーナイトメアもらってしまう、ちょっとこれねちょっと本当誰が止めるのかなっていう、非常にお、ウルサーさん、ウルサーさんですね、チュンリー、ウルサーさん古豪ですね、こういう、まあ、大会配信とか動画に乗るのは相当久しぶりじゃないでしょうか、はい、ですね、一時期東西戦に出られてたこともあったなと思いましたけど、ね、昔はバーサツにもいましたね、はい、さあチュンリーベガ、これならまあこれは行ける可能性がおなんといってもキャラ差がこれはひどい、ほんとこれあーと受け身取ってない、これはちょっと、もう一回取ってない、読み負けているが、こっからあるのが、あー投げ返し勝負強いっすね、すごいですね今の投げ返しは、まあ、投げるしかないじゃないですけどね、おっとまた受け身が、また受け身が取れてない、百裂あれが強いですね、さすがにブランクか、いいタッチューキック、いいサイコの重ね、相打ちが痛い、で歩きサイコから、おっと一発うまい、あー画面端逃がさないいやー強いぞ、チュンリーまでも負けてしまった、お茶丸さんのホンダですね、あ、これもちょっといけそうですね、そうですね、チュンリーの次ぐらいにきついんじゃないかと、あ、そんなですか、あ、チュンリー、あー痛い、あーっと今度ミスったが、フォローが OK だった、最後立ち台パンでしたね、めくりがガード、中足サイコ、うわめくり死なないが死にかく、もう試合が早 い, い、ね、次ミキさんですね、次ミキさんですね、ミキさんのガイルです、はい、ゆうべがさん、そろ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 いいんじゃないそろそろもうトップだから二人でじゃあいっちゃやばいっすよ、開幕大キックがソニックに当たって痛い、コバンも刺さって、あれめくりになってる、裏落ち、なぜかジャンプコパンってめくってたへーネタ殺しさあ試合が早すぎて、遠大キックが痛いですね、そしてめくりに行く、めくりはガード、ナイスガブアが、あっと最後が怪しい当たり方をした、まためくりでタッチ中間タイプこれはきつい、怪しい対空だったがソニック避けるのがうまい、これは
タッチコパン、相打ちオッケー。あ、これでゆうべがさん10連勝。あ、僕行ってきます。お、行ってらっしゃい。さあ次はスーダルシムですね。タツトシです。あ、S 流、 S 流、あ、 S 流なんだ。ゆうべがさん10連勝10連勝ってここの大会だと、初めて2桁多分初めてですよね。さすがの貫禄、ね、スー君 S 流ですね。S 流はまあこれ多分相当キャラ勝ってると思うんだよね。 この場面だとこれも、キャラ差を生かせるか。ただゆくみが取れないのが S キャラ。ゆうべがといえば投げキャラ。ゆうべがさんの選択肢は見ててわからないですすごいですね。やっぱ投げがうまいですね。投げがうまい。さあ始まった投げキャラ。いやー今のもうまいな。つながってる。これで11連勝。あっさりと終わってしまった。次は次は今の目の前の小竜巻の対して、やばい、ゆうべがさんと試合できるの。次は辰俊さんですね。思いっきり負けてきました。じゃあ草くんのマイクに変わります。草くんよろしくお願いします。どうも草です。草くんちょっと老けました。え、ちょっと失礼だな。なんか40代っぽく見えるんですが。マジで。辰俊さんの竜ですね。11連勝。なんか一回り全員倒したらとりあえず卒業なんで。あ、なるほど、はい、ちょっとほっとくと永遠に続きそうなんだよこれ。ねえ、さあ辰俊さんは最近かなりやり込んでる。やる気勢、やる気勢いける。ピオリ1、このやる気勢でもゆうべがさんのやる気にはちょっとかなわない。そうですね、もしやる気なくならないからね。生涯現役ですからね。生涯現役を一人だけ守ってるプレイヤーなんで、ね、他の二人嘘ついたんで。あ、俺見た。はい、次セロテープさんですね。噂の東の横綱と言われる。あら、そんな異名が。セロモンド、セロモンド。あー、そっか、ホンダか。さあ、開幕からパンチを連打して当たっている。今のピオリは運が悪い。お、あるよ、あるよ、あるよ、あるか、あるよ、あんまり入って、張り手が当たって。死んだかと煽りが飛ぶ。え、てかこれまさかレバーおっと、あ、ちょっとレバートラブルだったようですね。なんと。まあちょっと最後百列2連続食らったのはおかしかったですが。足頭突きからの露骨な百列張り手をまあ食らいましたからね。セロさん一生幻となる。残念、高田の夢ですね。あ、でもホンダなら、うん、ホンダならありますよ。まあ残虐使いですから、おそらく大一番も出せるでしょう。出せますよね。あ、出る出る。あ、本当に出た。うん、まあただ予約とかそういう細かいことは、仕込みとか、まあ、知らない、できないんじゃないかと思うんですが、まあできるよと言って披露しようとした瞬間にタイムオーバーなので、まあこれは本番に期待ということで。現在メンテナンス中なので少しお待ちください。さあ、セロさんの CPU 戦でのスーパープレイが見れるのか。え、まあそれでもいい。練習してますね。それどっかで聞いたことあるような話が。梅原伝説ですか。なんか大器具が効かないって50連勝ぐらいした後にありましたね。
あの丸ゲアでの話ですね、それは。しかし大キックが効かないのとガードができないのとじゃだいぶまた違うと思いますけど、さすがにガード入んないはまあやばいですよ、ゲームにならないですね。一回こかされたら死にますから。現在ちょっとレバートラブルでメンテナンス中でございます。その間セロホンダの演舞をどうぞお楽しみください。まあ乱入ちょっとレバーが動かないですけど。負けちゃう負けちゃうと。まあコンピューター DJ 強いですからね。おっと反応がいい。死んじゃうから早く直してと。できる、おいしょ、できる。なかなかそれっぽい。あ、ダイヤシャー早かったか。玉焼けもできる。オカマも見てからすごいなんか本職っぽい。おっと百裂も出るっぽい。ちょっとこれもう後半になってる DJ だと思うんで。クソ強いですね。本当にもうエアスラーの速度がおかしいですからね、この DJ は。歩いてきてエアスラーとかやってきますからね。スラ見てから鬼無双。強いぞ。この DJ 強いぞ。さあまだちょっとレバーが直らない様子と言ってる間に死んでしまった。もう少し時間がかかるそうなのでお待ちください。もう少々お待ちください。その間セロこれ始める必要ある。まあクレジットはいっぱい入ってるけれども、セロさんの演舞を。お、セロさんがなんか豪気を出そうとしてる。お、茶色竜ではなく豪気。セロさん豪気は1万円です。豪気1万円です。あれ課金キャラなんで。でも負けそうっすよこれ。また DJ に負けそうになってますけど。おっとピヨッタはピヨリはない。汚い体なもんと。ゴーキでも負けてしまうのか。残空が出てない。まあこれでセロさんがゴーキは使えないというのがよくわかりましたね。まあ使わないですからね普段。灼熱羽根。おっとそれっぽいが、これはできんものですね。あ、これコンピューター DJ はまあ竜とか豪気もだと思うけど、おっと危ない。とりあえず大竜巻打ってればハマりますね。あ、そうなんですか。うん、で大竜巻当たってこけたら、はいはい、起き上がった後ぐらいにまた大竜出すと、それずっと食らってくれるんで。あ、なんかさっき裏回ったタイミングぐらいでなんか食らってる工程がありましたね。あんな感じですか。
とまだちょっとチェック中です。多分大丈夫とのことなので、今ゆうべがさんが試してみてますけど、あ、大丈夫だそうなので再開です。じゃあ再開します。はい、とりあえず合金っていうか、さっきのセロさんの1本は有効なんですか？有効ですか？これは非常に有利な状況から始まりますね。セロさんが1本取ったとこから再開です。はい、これはゆうべが無双がやっと終わるのか。じゃあまあ1本取ったところからなんで、まずさあ長らくお待たせしました、再開です。さあこれはセロさんにとってはかなりのサービス。はい、ここはぜひとも取っておきたい。おっと100巻が当たる、めぐりも当たる。1本取ればゆうべがに勝てる。うまい、シューキックで潰せるのか。あーっとこれは危ないぞ。めくりは、おおおおおおあるよ、張り手が出ない。おおやる、うわっとこれ当たって、さあ頭突きが入って、最後は無難の選択、勝利。ゆうべが無双がようやく終わりました。さあはい、張さんの剣、ゆうべがさんが何連勝、10連勝12とかってさっきホワイトボードに書いてましたけど、 12はやばいですよ、もう十分でしょう。さあこの張さんっていう方、僕池袋で何度かお見かけしたことがあります。おお、怖い、いい昇竜、やる込みもしっかり、かこれは剣いける。さあここまで来ると、おっと中盤歩き投げに行ったかな。さすがに玉持ちキャラはサブホンダではきついのかな。中段の釜を使っていきますね。お、くらい投げ、くらい投げしていく。あー踏んでしまう、これはセロモンド厳しいか。100巻で返してふがふが裏に回って、何も繋がってない、おっと繋がってないが全部食らってゼロドット。これはしかしまだゲージがない分剣としては、おっとなんで食らったの今ちょっとよく分かんない状況がはい、お次グッチホーク、いやー普通に上手くなってますよね、グッチさんのフォーク。グッチさんのフォークはそう、はい、少しずつハメ精度が上がってますね、はい、やっぱり伊達に使い込んでないなと。しかし画面端に追い詰められて、あただ 1P のハメはまだ苦手な模様。あー 2P が得意な感じです、うん、なるほど。そうするとぜひとも、確かキョンさんも 2P が得意だったような、これはお互い 2P を取りたい戦いとなるでしょう。おっ4で抜けて、あっとミスった、高く見えたか。いや京さんが1本ちょっときつそうに見える。おっ方がコンドル当たって、なんかすげえ減ってるコンドルが。昇竜読み勝ったものの爆弾が入れられず、ダイヤスタイク、ダイヤスタイク、おいしい、あ噛み合ってしまう、出る、間に合う、上見てますね。地上戦を今度は
飛びが通らないので地上から行きたいが、まあ、あー惜しいな、今の足がいい感じだった、惜しいな。やりたいことは分かるけど、うん、ちょっと精度が悪くはないと思うんですが、やはり球持ちはいろいろ癖もあるでしょうから難しそうですね。次はラウンド1ファイト、ノブさんの X 剣、ノブさんの剣ですね。クレジット、ああクレジット、剣同キャラですね。意外と珍しい組み合わせな気が。そうですね、あんまり見ないですね。お、開幕飛んでいく、多分上見てたんですが出ない。おっと、ガンガン、京さんガンガン飛んでいきますね。なかなかお互いアグレッシブな動きをしてますが、おお、当たる、一文字が刺さる。ちょっとこの位置からだと2ピン側のゲージがあるかあるかないか見えないんですよ。そうなんですね、モニターがちょっと隠れてスパコンゲージが見えません。今度はノブさんが大幅リード、ちょっとやりづらそうな動きをコンボ失敗だが、しかし勝利をしっかり、よく出たな今。いや中盤空振りだの後に勝利をしっかり、はい、よく出しましたね。飛んでいく、あんまり打ち合い、ようやくお互い、お、あーそう、今のは昇竜が届かない場合でしたね。 2P を取りに行く、そして昇竜が出る、昇竜で避けるが、あ、やられてしまう。京さんが2連勝かな。そうですね、京さん2連勝ですね。次が浦ケニさんのバイソン、浦ケニさんのバイソン、まあ、2位抜けが誰になるのか、1位はゆうべがさんで、まあ12位はもうね決まりだと思うので、おっと勝利早出し、キャンセルかかと落としが好きな感じですね。そうですね、おっとなんだ、逃げたつまき、おーそして浮かず歩いて投げる、おっとなんか見てからっぽい当て方を見えて、怖い怖い怖い、さあガンガン打って最後は下がって、アッパークレイジを出そうとしたと思うんですが痛い、2発で半分減りすぎでしょ。で落として、もう虫の息だ、こうなるとやっぱりきついですね。やっぱバイソンは単発の火力がすごいですね、本当に。さあちょっとまたカマで見に行ってしまって、ボールが当たる、 2P を取りに行った、おっクレイジーが溜まってしまった、勝利が浮かすって、ここからはめれば、おっ4段ヒットからの打げる、攻め攻めですね、京さん乗ってますね、神奈さんの残技、神奈さんの残技、剣残技、これもなかなか見応えがありそうですけど、そして色が田村カラー、最強カラーですね。アドを踏んでしまう、そして 2P、 おっとバニシングが出てしまった、昇竜食らって画面端に追い詰められて、これは厳しいですね、飛びが通るが続かない、おお上り蹴り、上り昇竜が実に当たってしまう、そしてかかとも食らって、体力的にはかなり追い詰めたんですが、なかなか読みづらい動き、これは 1P に行ってしまった、 2P 戻った、
がまたマンティーに逆戻りでおっと巻き込まれてしまう。あ、2P ゲット。昇竜昇竜果敢に 2P を取りに行きますね。そして 2P に行くとこのガンゼル、そして昇竜も出る。これは非常にきつい。一文字をガードさせて追い詰める。出る、出ますね。そしてかかと1ドット。おー、竜巻、竜巻でいった。あれは落としづらい。京さんが5連勝ですね。はい、ここから2周目になります。ノブさんの残機、これで2周目突入ですね。はい、先ほど1周目で剣を使っていたノブさんが今度は残機。残機は、まあ、こっちがサブキャラのようですね。ですね。持ち合いでもちょこちょこ使ってました。おっと、開幕痛い3弾が入って、開幕痛い3弾、ピョらない、ピョらない、ピョんない、やっとピョった。おっほっほっほっ、やっぱりキャンセルとか好きみたいですね。そうですね、コンボにも足を使ってきますね、はい。まあ、見た目的には花がありますね。内足重ねて勝利をしっかり吸う、立ちスクリュー、これはいい状況。そして竜巻もしっかり落とす。おっと、スクリューがちょっと早かったかな。ズズキ噛み合った。ラウンド3、はい。さあ、またしかし大事には1ラウンド目と同じような、うまい、いいチョップですね。そしてスクリューも台でしっかり、足払い、足払い戦うまいですね。そうですね。あっと、なぜか食らってしまう、食らってしまった。しかしまだある。さあどうなる。あー、持ってる。残り0ドットからの逆転。あ、じゃあ僕行ってきます。はい、京さんが5連勝ですかね。そうですね。はい、スー君のメインキャラのダルシムですね。オーバーファイヤー垂直に避けるとかあんま見たことない。難しいですからね。超難しいです。まあ、あまり避けてもいいことないんですが、しゃがみ台盤が確定っていうね。あ、スー君が削って終わり。いや、なんとかならないようない。なるなる、全然全然ありますね、残機ダルは。そう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 、やっぱダイエットをどこで使うかっていう、その1回の読み勝ちでそっから試合終了にいけるんで、チョップ、水平チョップを対空に使っていく。インフェルノ、これはきついな。あー、しっかりチョップ。今のところでダイエットをしてればね、してのがしてればして、後ろに飛べばっていうのが、一生ダイエットしてればいつか忘れる。だろうこれ。お、また残機ですね。あ、スー君は残機戦はどうなのか。いきなり画面端、ちょっと反応できてますね。うん、やり慣れてる感じはありますね。こっちのチョップ反応はでき、おっと、地上か、乗っかってしまった。おお、セロテープの10。あー、次はダメですか。ダメだと思いますね。あの、多分残機でセロテープさんエントリーしてると思うんで。いや、でもセロテープさんはまあほら、なんといってもやっぱ攻撃プレイヤーなんで、
まあダルシムだからといってね、そんな日和るようなことは。なんかガンガン飛び出した。はい、次はセロテープさんですね。セロさん、ホンダで行きたいとか言ってましたが、まあ残機ですね。お、行ったけど、方向が、おっと、あるよ。あ、また優しい。あー、今な、スクリューかぐっちゃいましたね。ちょっとセロさん、方向制御に定評がないのか。これね、相打ち続けてるとね、ダルシムがどんどんダメージ負けしていくので。どうも、川島でーす。あ、川島がマイク来てくれました。さあ、これどっかで、あーっと、あっと、なんか間違えたと言ってファイヤー食らっちゃいましたね。何か押しようとしてファイヤー食らった。おー、ちゃんと5番で落としてますね。5番対空いいですね。あの前でもギリギリなんですよね。ダイエットで使って、そうなんだよね。結局ダイエットがどこでっていうね。あとはあそこに伸ばした手足、大足が一回当たるかは分からない。ちょっと怖かったけど、ダブラリが出ず、まださあ、あーもうない。あそこまで体力差ついちゃう、体力ないとダルシム側は相打ち OK 対空になっちゃうのでついです ね、 ですね。グッチブランカ、お、グッチさんのブランカ、これね、ダルシム戦結構いけますよ。あ、グッチさん今日竜は使わないで終わり。さあ、燃えているが、さあ、壊し、まあ、ブランカ、ダルシムはブランカ、ダルシム側のね、結構対応が難しいので、ブランカのドロップキック大らしいですよね。あれがすごい長いんですよね。思ったより外から届いちゃうんですよ、ね、あの大きいダイスラストとかが外から来ちゃうから ね、 そうですね。今のギリギリの前のやりくりが近づいた。おっと、下段が、おっさあ、ファイヤー、ファイヤー、あと電撃こすってたが間に合わず。今電撃当たってればね、うん、あったね。ローリングで行って置き攻めワンチャンありましたね。中間で落ちず、お、垂直ジャンプ、うまい、うまい。これね、弱避けるの難しいですよね、あれね。ブランカン、うまいね。いいね。垂直ジャンプ避けブランカンかなり難しいんで。赤いだけはありますよ。おっと、通り流が強い。下段はガード、バックジャンプライバー、いいスナイパー、いい前です。あー、今度は踏んだ。さあ、これはダルシムの間合いですね。ライパー、ゼロドットさあ、狙ってるぞ。あっ、あー、こすってた。今なんか中盤かなんか出ちゃってたんですかね。多分ダイパー壁に行ったら投げ前入ってましたね、今ね。あー、でも、ちょもったいない。これはちょっと距離が遠かったのかな。遠かったかな。お、ヒロシじゃない方のマイクが小さくなったです。あ、俺かな、俺の多分声が小さいですね。あ、ごめんなさい、川島でーす。これ結構もう口近づけ、くっつけるぐらいでやんないと入んねん。あと、これピロシーホンダ、あ、ピロシーホンダあるよ。さあ、ピロシーホンダは俺が育てたと。客観はガード。さあ、俺と結構残、ダルシム戦やってるんですけど。さあ、新谷さん仕込みのカラジャンプが決まって、さあ、100巻おお、垂直中キック、なんかファイヤーが出てるね。あれはもうなんかダッシュ前打ちになっちゃいますね、あれね。開幕続き、テレコしかないんじゃないですか、今の。ああ、お、できる、しっかり繋いだ。さあ、ファイヤー、スパンで落として、あっ、
お、できる、見えてる。いいですね。スー君いいよ、見えてるよ。さあ、まだわかんないですよ。これは、これはまあ OK。 おっと、遅かった。お釣りが入らず。ドリル。今の距離は削り角ですね。100巻出しても行ってれば裏回ってちょっとごちゃっとなった可能性もありますね。チョップで落とす。うまい。バックジャンプうまいっすね、あれね。うまい。でも対空をちゃんと使い分けて、まだまだここは大丈夫、まあ、お前大丈夫ですね。できる移動ジャンプちゃんと見てますね。お、スー君がこれでスー君4連勝。4連勝、なるほど。今1位がまあゆうべがさんで、京さんの剣ですね。さあスーさん5勝して次 6勝目のリーチですね。さあケンダルシム、さあ、剣側はワンチャンを狙って、これも一回掴めば全然ある組み合わせ。あっと、竜巻レーズ。さあ、何をしに行くか。ダイヤ試合打ち。おう、剣はなかなかね、波動剣が打てないんですよね、遠い前でも。まあ、もうその中間距離になったら波動はいらず、もう昇竜と掴みの2択。そうですね。あとはあの空中竜巻で結構飛び込んでいくのが有効ですね。さあ、ピヨッタ。あっと、来た。あの竜巻だけでピオリーチになっちゃうってのがやばいね。やばいやばい、ピオル、ピオル触ったら。ピヨッタ、これ死んだんじゃねえか。あっと、行った。昇竜、ただちょっと体力がきついな。これはでも、竜巻、期待値。さあ、スー君が5連勝でストップ。これで2位。あ、俺。次、ムーさん。なんかダルシムばっかりで、すいません。京さんと、ムーさんのダルシム。さあ、これ、京さん、結構センスありますね。昇竜の打ち方も、掴みに行く大胆さも。今日はでも新しい人が結構来てて、かなり賑やかになってて。京さんは確か先週かな、もう確か先々週かな、もう来てくれてましたね。あ、今日は多分、そうだ、僕がやった時500円玉落ちてましたよ、拾ってくれたんですよ。2回目か3回目だと思うんですよ。さあ、カス当て勝利。さあ、やりに行くスタイルがガッチリ決まっていて、さあ、ムーさん、さあ、ピヨッタ、はい、見るのはたまらず。やっぱり、あーっと、ライパンちょっと遅れた。あれ、食らうんすよ、ちょっと遅れると食らうんすよ。あれ、早すぎるとスカっちゃって、次がちょっと気まずい前になるという。さあ、つかみ。さあ、今の大キックのタイミングがいいですね。なんだ今の中盤、危ない、危ないよ。さあ、耐久をちょっと間違えている。おっと、これはあるぞ。早い。おーっと、竜巻はちょっと高めに浮いてしまった。これだけ動く剣だと読めないですね。そうですね、ちょっとよく見るダルシムだと対応にちょっと困るかもしれないですね。ダルシム側も何か仕掛けないと、これはやられっぱなしになっちゃう可能性もあります。さあ、ムーさん、ちゃんと見て、スラ対空。さあ、掴みにはいけず、ここで行く。さあ、今の大きい攻めはミスってしまった。さあ、ムーさん、ちょっとごちゃごちゃしながらも2本目を取って。いや、でも京さんも素晴らしかった。ウルサーさんのバイソン。さあ、バイソン、ここは仕事でしょうか。バイソンとダルシムっていうのはキャラクター的に有利的な。バイソンダルシムはもう五分だと思いますよ。まあ、チュンリーもほぼ五分に近いですね。まあ、バルログはバルログ有利ですけど、ダルシムが不利がつくキャラがそれぐらいですね。ラウンド1、ファイト1。
さあ、ウルサーバイソン、バイソンからするとも近づけて、まあ、とりあえずファイヤーをかいくぐってダメージを取って、どっかでヘッドを当てて置き攻めに行ければスパコンが溜まってワンチャンあると。お、うまいですね今の切り返し、さすがスターバレと。今のはアトラッシュクレイジーは入りません。さあファイヤーモード、タムーさんのファイヤーモードはジャックファイヤーが多いですよ。結構堅実なファイヤーモードになります。なかなか逃げれないと思いますよ。さあウルサーさんはタンパを貯めて頑張っているみたいですが、さあ置き攻めはなんとチュースラストから投げ、でムーさんが、ムーさん3勝3勝2勝2勝か2勝ムーさん2勝。さあ次に なんとゆうべが DJ。 さあこの人の DJ もかなりのレベルの高さですけど、 DJ をうまい人を入りに来たのがゆうべがさんで、これだけのマシンが落ちるっていうのはもうカルチャーじゃないね。ドラマがないっていうね。さあゆうべがさん、さあガルシム戦はさすがにきついですが、さあワンチャンで持っていくキャラですかね DJ は。1回かけると死がある。さあガード頑張る、おお投げる、さあ置き攻め逃がさない。さあこれちょっと前が上がった。ファイヤーファイヤー、おっとムーさん手を出さないが、まあ、これはスパコンを吐かせて、さああとなんか触ってしまうと死ぬぞ。さあジャックファイヤー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 、なんと飛んでいく。さあゆうべがさんの DJ が1本先行しましたね。おスラクグリの大パン、うまいっすね。さあファイヤーファイヤーね。さあこれは楽しみモードですね。しかしゆうべがさんにはソバットカーニバルがあるんで、ゆうべは生スパコンを仕込んでましたが、インフェルノは抜けれず、やろうと思ったがムーさんついている。さあこれで1-1。嗅覚がムーさんのファイヤーを飛べるのか。そのことはしゃがみ中盤で、さあスパコンが溜まって、さあムーさんはファイヤーファイヤーで飛べて飛べる。さすがにちょっときついかな画面端は。さあ近づいてスパコンを見せつつ、これ飛び込みでね、ダイダイって食らうとピヨるんでね、それで死亡ですよ、気をつけて。おっと、なんと、すごい届く、あの前で勝負強さ、さすが届くんですね。あ、俺、また前実況したと思う。ソバットカーニバル、足の先端で入ってしまうと繋がるんですね。いやすごかったですね、すごいですね、今のはね。めっちゃ歩きましたよね。ナルシムは一発当たっちゃうとほぼその後全部繋がりますからね。そうですね、今のは悔しそうだ。タスコシさんの竜、タスコシさんの竜、はい、UDJ、これも理由が結構難しいですよ。うん、ほんと僕もやってサブ級使っててなかなかお、しっかり割る。さあスパコンはしっかりガードして、
から鳥籠に行きたいんですが、あーっと飛びを通すのがうまいですね。深山かハード、ハード。さあ DJ 側が飛びがよく通る、そして上もよく見ている。受け止めしゃがみとか投げ、画面端がきつい。さあ固められて、さあラッシュが止まらない。最後はライパン相打ち。さあゆうべがさんがこれで2勝目かな。2勝ですね。さっき何勝ロードさんの S 剣、ゆうべがさんですか。さっきゆうべがさんさっき 何勝12とかだったような気がするんですが、おっと大勝利が漏れて、これ S 剣だと、まあ鳥かごがちゃんとできれば、まあ普通の剣よりは全然いけると思いますが、さてはゆうべがさんの飛びの鋭さ。さあ玉打ちで負けてしまうと DJ ペースになってしまうので、剣は頑張って玉を打って、やっぱり鳥かごですね。竜剣はエアスラが当たって、ゆうべがさんのエアスラが早いんでね、それがプレッシャーになってなかなか球が打てないですよ。あと飛びも鋭いですからね。味に行くのが早い。大きい攻めをたくっていく。S 剣相手にマシンガンが出ている。置いてある。置いてあるぞ。なんか笑っている、ゆうべがさんが笑っている。これまた乗ってますよ。バーチさんのブランカ、バーチさん、ブランカ、先ほど最初に出てきた初参加の方ですね。さあちょっと DJ ブランカはね、ブランカがかなりきついですか。きついっすね。しかし開幕読み勝手が痛い。お、ガードした。エアスラー入らないですね。まず体力が、さあ画面味きつい。何も当たらず、通らない。あれはスパコンか、拾う、死ぬ。さあ DJ がニヤニヤしている。ムカつきますね。口でかすぎでしょ。エアスラ、エアスラ、ブランカはガツ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 前に歩いていくが、エアスラ食らってしまいますね。さあここぞと出したリバラガードされる。で飛びが通ったと思ったら投げ返される。ね、前行ってなんか出してるとあのソバット食らうんすよ。あれもきつい行動なんすね。うわ、何もできず、これはしょうがない。キャラ差がきつすぎる。さあ次はガーチーさんの次はどなたでしょうか。小江戸さんのベガ、またしてもベガ使い同士の対決ですね。これベガ DJ もね、ベガきついっすね。これも DJ が相当有利。DJ ってかなりあの無難なキャラというか、本当いろんなキャラに行けますよ ね、 そんなに苦手なキャラがとことん苦手だけれどもっていう、そんなにダイヤ的に大きな差はないですよ ね、 すね。おー、めくりが当たって、マシンガン擦っていたがジャックナイフが出て、サイコもあれで潰される。おっ、ピオリーチ、しかし中盤、まあ投げ返しだったんでしょうが、そうですね、噛み合いましたね。飛び小パンチがなんかいろいろ潰すっぽいですね。さあなんか画面端固められているが、さあどうする、ね、キュウリスラにはいけず。今のホバーはなんかおかしかったですね、画面端、うん、多分めくりで本来当てたかったのかなと思うんですけど、 DJ がちょっと画面端に引っかかってタイミングがおかしくなったのか。さあゆうべがさんが多いと。マシンガンがさっきもなんか漏れてる場面がありましたね。マシンガンで削りきれないが、おっと、あるのか、あるの、うわ、投げ返しの精度、いやー、ごまかし方もうまい。次はミキさんのガイル。さあミキさん DJ 戦、課題の一つですね。 DJ ガイル、これちょっと いまいちよくわかんないんですが、これは弾で打ち勝たないとガイルがちょっと勝負にならないですね、うん、はいはい、ソニックスラで潜られたりもしますよね。ちょっと弾で押せてなんとかガイルが戦える感じなんで、うん、
逆に DJ に黙り押されてしまうともう、そうですね、勝機がなくなってしまう。通常技の差し合いも多分相性が良くないでしょうし、おお見ている、スラが中足に刺さって、さあ嫌なギャル、嫌な距離知ってますね中足がルーベガさんの恥攻めがきついですね、本当。開幕ランと大パン、死にかれたか、中盤かな、ね、リフトアッパー早めに出しちゃうと裏切って裏切りよると思う。マシンガンまで繋がるとやばいですね。繋がるんですよね。シューパンが間に合う。スラでくぐってこれはきつい。圧倒的に5年ぐらい早かったかな。さあゆうべがさん、これで6勝ぐらいしてるかな。6連勝中、6連勝中。次モモピーさんの、僕の5連勝があっさり抜かれました。モモピーさんのガイル、そんな君もそうだったんだ。さあモモピーさんガイル、はい、竜とガイルという非常に王道な感じですが、あっという間に端っこで、さあこれがプレイヤー性能、やっとソニックで切り返すが、大足にすら大そばか。エアスラが速い、エアスラが速いですね、速い、本当に速い。飛びが入るが、アウトソニックに、なんとか我慢してガイルは DJ を向こうに、ほいっと向こう行けと、おお中足を見てたっぽいスパコン、スラ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 がしつこい、なんと投げる、端が地獄ですね、画面端、なんか DJ じゃないみたいな動きをしますねはい、さあ岩木さんのバイソン2回目の登場です。さあバイソンなら、さすがにこの組み合わせなら、少し DJ 有利のようですが、まあやっぱり玉持ちっていうことですかね。まあ、そうです、あとはしゃがみダイパンが強いですね、中パンダイパン、はい、さあさっきとは打って変わって堅実に下がってエアスラ、そうですね、バイソン側はこれをどうにかしてくぐり抜けて、さあエアスラ、エアスラ打って下がって、さあ、まあ、いい感じがうまい、届くところでは良いかな、安全なエアスラですね。さあ遠い、さあなんと透かして投げる、これはバイソンが何も溜まってなかったですね、今前飛び透かした後ですからね、そうですね、1本目 P で、さあ下オアが入って掴みにはいけない、暴れている、よく見てますね。さあダイバー相打ちだが、さあバイソンがグランドが入って中足、さあめくりに行くが、これはガード、さあスパコンをぶっ放して、あっとなんと見えてたのか今の全くらい、いやなんだろうあの当て感は、すごいですね。あ、川島さん、はい、いってらっしゃい。ダルシム使い3人が交代でマイクを持ってる感じになってますそうですね、お帰りなさい。マイクムーに変わります。はい、川島、さあ、さあさっき俺は負けてしまいましたが、川島はどうだ、これはやっぱりファイヤーを飛ばれないように打つっていう、そうですね、うん、まあ、立ち台系一発の間合いなら、はい、まあ、まだ飛ばれてもいいんですが、いいんですね、まあ、やはりダルシマリードを取って相手に来させる立ち回りをしたいですね。ですね、おっとまずいよ、これピオリオ画面端で、そうですね、あれだけピオリますから、ちょっと今のファイヤーも危なかったよ、ちょっと怖かったですね、歩きカーニバルが届きそうだった、はい、さっきムーさんのあの時はものすごい歩いて出ましたね、出ないと思ったけど、いやあれ届く、食らってる最中も届かないと思ったんだけど、ほんと
あっと、カーシムも届かず。八大系、またさっきと同じようなタイミングで、とりあえずファイヤーモード、これが重要ですね。そうですね、相打ち、前が離れればまあよしか。通常技同士の相打ちだとダメージ差がひどいの です、ね、あんまりやりたくないんですけど、エアスラ食らってしまう。ゆうべがさんが打ってないときはなかなか飛んでこない。そしてエアスラで嫌がらせ、とエアスラ2発目が早い。さあスパコンも潰して、あとは飛びを通さないように。飛べた、あっと広い、今の広かったな。いやでもよく投げ返しましたね。さあ開幕から相打ちで間合いが離れて、これはまあダルシム側がよしか読み勝って、そうですね、お一方勝ち、今の一方勝ちは美味しい。画面を押していって相打ちでもいいから落とす。ファイヤーモード、これを継続したい。当たってしまう、マジかあれも当たるのか、届くか。いやあと対空が出ない。これは完全にユーベガペース、インフェルノも放した。ダルシム側は取り返すのが非常に難しい。ユーベガさんがピョンピョン飛んでますよ。さあスパコンを使わせて、しかし時間がない。おい、すごいジャック見てましたね。もうそれしかないだろうと。ちょっとユンピョーはちょっと遠すぎたか。はい、これが最後かな。最後カンナさんのザンギです。これ2周目の最終プレイヤーカンナさんですね。まあ DJ ザンギ、これはザンギとしては割といける、まあかなりいける、まあむしろ有利まであるって言われてもいますね。まあ農業ハメなんかが有名ですけれども、そうですね、まあ、立ち回りでやっぱザンギは DJ 相手に行けるので、はい、さあこれはあれですかね、決勝はまあゆうべが対ゆうべが早いな、フィニッシュいやエアスラが早い、厳しい。さあこれでリーチ、このまま行ってしまうか、踏んでしまう、踏んでしまう。今のはちょっと怖い飛びだったが、ちょっと高く見えましたよね。いやそう、あの高めはダブラリつぶしなんだけど、はいはい、それを読まれるとしゃがんですかされて掴まれちゃうんですよね。なるほど、竜のジャンプチューパーみたいな あれですね。しかしこれで2周終了ですね。いやこれで、連勝トップス、はい、うん、はい、なるほど、ゆうべがさんがベガか DJ どっちか選んで、あの1位2位がゆうべがさんなので、で一応その次3位が僕だということで、僕スーダルシムということで、まあ DJ では来ないでしょう。あ、あれあれ、まあじゃあ、ゆうべがさんが相手ダルシムと分かったらベガって言ったので、はい、じゃあちょっと試合になるのか分かんないですけど行ってきます。スー君頑張って、はい、まあ、これで、決勝戦ゆうべがさんと、スー君ですね、3先で行います。先に3本勝った方が優勝。ゆうべがさん、さすがだね。ゆうべがさん
ん、DJ も強いね。強いね。まあでも決勝にふさわしいカードと言って言えないこともないような。さあ、ベガダルシム始まっております。相性的にはまあさあサンダー近いカードなんですが、おっと燃えた橋、橋もやばい。ヘッドポリスで抜けた。おっとはめりに行く。あ、やばいよこれ、投げくるよ。おっと、あーっとスカってしまった。あーっと、なぜかナイトメアが。おっ、スー君、いやー、おっと、いい感じに橋に追い詰めて。やばい、バカになった。投げ返す、投げ返す。あっと、ピヨピヨンない、珍しい。おっと、安いか。あー、さあ一勝目はユーベガさん。ナイトメア刺した、まあ刺さったというか、ユーベガさんまず一勝ですね。ダブルリーが2発刺さって、サイコマジックが投げいった。コバにはいかない。体力半分、半分ゲット。お、いいよ、あるよ。あの投げがね、あれがちょっと試し、おお。あ、ユーベガさんのスパコンコンボはなかなか見れないんじゃないでしょうか。ね、なんか脱出用に取っといたりしますもんね。うん。普段はもう長さは5で十分みたいな感じなんで。そうですね、十分減りますからね。いやでも中足ナイトメアすごいね。あれ激ムズだと思うんで。これ一回成功したことあります。一回、あの普通にナイトメア出そうと思ったらバカじゃなくて中足から出ちゃった。出ちゃったと言ってるうちに2連勝。あ、早い。いやいや、ほんとこれダルシムなんで、ほんとに。まあまあダルシムなんですが、まあ、6-4 じゃないかと。64ダルシムじゃないかと思うんですよね。あ、6割の6割の6割で。どういうこと？3連勝ここから。あ、色が最強カラーですね、これ。この色なら勝てる。おっと、おっとっと。ユーベガさんの投げ返しはめちゃめちゃうまいですね。で、投げ返ししないとこでは本当暴れてないか、ないし。いいよ、いい中キック刺さって、楽しみだった。あと2発圏内だね。また1発じゃ、あーはー、釣られた。ホバー先端からの釣りスパコン。東の横綱、あ、これきついよ。あー、下段だった。頑張ろう。お、ゲスト。ちょっとユーベガさん今日はミスが目立つ。ちょっと状況的に厳しい。一回掴めばって。あー、3連勝で第3回式の細道優勝は、ユーベガさん、おめでとうございます。はい、そうですね、一言いただきましょう。さすがの強さでしたね、ストレートで。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。貫禄の強さでした。すいません、なんかなかったですよね。あ、水田さん、カメラあっちに。あ、ダメ。カメラ NG です。写真撮らないでください。じゃあ今回のイベントはこれで終了となります。
ありがとうございました。はい、どうも、またお願いします。この後の試合配信していくので、この試合の方を楽しんでください。お疲れ様でした。じゃあこの大会の余りはの試合台に入れてきます。
はい。
ン、はい。Fire! Fire! Fire!
ン、はい。Round 2!
配信に来させていただきます。今日もご視聴ありがとうございました。来週もよろしくお願いします。